それでは両選手のプロフィールをご紹介しましょう。まずはチャンピオンです。タフで精力的なファイターマルセロ・ドミンゲスです。アルゼンチンはカピタル・フェデラール出身の28歳。91年にプロデビュー、93年にはアルゼンチンクルーザー級タイトルを獲得、2度防衛した後94年アナクレット・ワンバの持つ WBC 世界クルーザー級タイトルに挑戦しますが12回判定負け。しかし95年にはアキムタフェに9回 KO 勝ちし、空位の WBC 暫定クルーザー級タイトルを獲得。96年4月に WBC から正チャンピオンとして認定されました。戦績は24戦22勝1敗1引き分け、22勝のうち12の KO 勝ちがあります。一方挑戦者はドイツを主戦場とする長身サウスポーファン・カルロス・ゴメスです。キューバのハバナ出身の24歳。アマチュアでなんと158勝2敗の驚異的な戦績を残した後、95年プロデビュー、96年8月にフィリップ・ミッシェルに9回 TKO 勝ちし、空位の WBC インターナショナルクルーザー級タイトルを獲得。これまでに5度防衛しています。今日が満を持しての世界初挑戦になります。戦績は22戦全勝、22勝のうち19の KO 勝ちがあります。この試合ドミンゲスが6度目の防衛に挑戦します。はい、クラス的にはですね、このクルーザー級、はい、地味なクラスだなってこういうふうに言われてますけれども、それをね吹き飛ばすような熱戦を期待したいものですね。さあ早速ご覧いただきましょう。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチです。2月21日アルゼンチンのマルデルプラータで行われました試合です。どうぞ。アルゼンチンのチャンピオン、マルセロ・ドミンゲス。これが6度目の防衛戦になります。そして挑戦者はファン・カルロス・ゴメス、キューバ人です。ご覧のような身長体重両者が出ていますが、ちょっとこれも身長体重私たちがあらかじめ入手したものとは違うようですが、特にゴメスの方はですね、このまま直しますと208センチになるんですね。身長がね、2メートル8センチになりますね。まあ他のデータからするとですね、約190センチですよね、はい、ちょっと違うんではないかという気がいたしますが、とりあえずお伝えしてまいりたいと思います。ちなみにドミンゲスは177センチほどなんですが、先ほどのデータですと170ということになります。注目のキューバのゴメス、久しぶりの世界チャンピオンということになりますが、 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチです。さあ浜さん、はい、この試合ですけども、どこに注目されますか。このキューバのゴメスが相当評判いいんですよね。この評判が本当かどうかお手並み拝見といきたいですね。ファン・カルロス・ゴメス、キューバの国籍でありますが、前線これまでドイツで戦ってきました。つまり主戦場がドイツであります。ファン・カルロス・ゴメス、アマチュアではすごい成績を小泉さん持ってるんですよね。キューバのですね、そのボクシングの基礎を持ってですね、そのプロへ転向して、でドイツも今非常にボクシングが盛んなんですね。そこで揉まれてますからね、力は高く評価されてるんですね。はい、さあ間もなくゴングです。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチ、レフェリーはおなじみのリチャード・スティールです。さあ試合が始まりました。いきなり打っていきます。もう見た感じですぐ分かります。長身の方がゴメスです。キューバ人、1階級以上違うような感じしますね。そうですね、ウエイトでは189パウンド2分の1ですから、しっかりとクルーザー級でありますが、ヘビーへ上がってもすぐできそうな、そんな体つきですね。おっと迎え撃ちます。やれパン、キューバのファン・カルロス・ゴメス。一方アルゼンチンのチャンピオンはマルセロ・ドミンゲス、6度目の防衛戦です。ちなみに挑戦者は初の世界挑戦です。だから初挑戦ですからね、ファン・カルロス・ゴメスはですね、やはり不安があると思いますね。だからやっぱり最初から手を出していってますね。ご覧のように大きな体、24歳ですファン・カルロス・ゴメス。かぶせるような左を持っていきます。左パスを伸ばしていきます。ボディをよく打ちます。この辺はアマチュアで鍛えられていますファン・カルロス・ゴメス。距離を置きます。
そして白のトランクス、マルセロ・ドミンゲス28歳、こちらは25戦目というキャリアになります。試合の方はドミンゲスは6ヶ月ぶりの試合です。前回の24試合目というのは97年8月16日に行われています。これがアキム・タフェとの再戦でした。これに勝ちまして5度の防衛に成功です。チャンピオンのドミンゲス左目切った感じしますね。そうですか。あ、そうですね、血流れてますよね。アルゼンチンのチャンピオンドミンゲス目のすぐ脇をカットしたようです。左を返していきました。右を出します。ドミンゲスはウェイトリミットいっぱいの190パウンド 86.1 キロです。この挑戦者強いですよ。パワフルです。アンカーのスクメス、左をトリプルで持っていきました。リーチはあります。そして当然接近戦も OK でしょう。このパワーです。左を出しました。お客さんが騒ぎます。場所はアルゼンチン。当然チャンピオンの声援が強く飛んでいるわけですが、ちょっと出血が心配です。ミロスレートを出しました。チャンピオン、まあ挑戦者のゴメス接近戦というチャンピオン入れないですね。そんな感じですね。随分懐が深いですよ。当然これだけの体格差がありますから、チャンピオンは勝って倒そうとしたら中に入らなきゃいけないわけですからね。リーチ差があるんで、はい、届く距離までくつかんでいかんですからね。その届く距離というのが問題になってきますが、これゴング、第1ラウンド終えました。まあこのラウンド文句ないでしょう。10対9ですね。あの有効なクリーンヒットは挑戦者ファン・カルロス・ゴメスの方が上ですね。はい、チャンピオンがマルサロ・ドミンゲスで、まあ、タイトルを取りましたのが95年の7月でした。これはワンバが負傷のため防衛戦を行えず、まあ、クーイの WBC の暫定クルーザー級のタイトル戦だったんですけれども、それに勝ちました。で、3度目の防衛戦からは正チャンピオンとして戦っています。というのも小泉さん、あのワンバが最なんて言うんでしょう、統一戦ですね、正王者と暫定王者の統一戦、はい、それにも出られなかったんですね。まあ、結局そのままそのタイトル返上って言いますかね。だからマルセル・ドミンゲスの方が正チャンピオンに昇格したんですね。ワンバが計量失敗しました。その統一戦に挑むことができませんで、ドミンゲス正チャンピオンに昇格、そのまま防衛を重ねています。チャンピオンのドミンゲスもよく体を振って入っていこうとしてるんですけど ね、 そうですね。挑戦者のゴメスの足が速いですね。これだけの大きな体をしていますが、ファンカルロス・ゴメス動きが速いですよ。叩き合いになります。随分と顔が真っ赤に染まってきました。左左フォローしていきます。今の左も強いですね。一打一打が非常に重たく感じられます。いや本当に重たいですね。ファンカルロス・ゴメス、リチャード・スティールレフリーもかなり大柄なんですけれども、それよりもさらに何センチか 5,6 センチ高いんではないでしょうか。ファンカルロス・ゴメス、それから判断しますと208センチというのはどう考えてもミステイクのような気がしますね。左を出します。とにかく、まあ、大柄であることは間違いありません。まあ、およそ190センチそういったところでしょう。ただ6フィート10インチ、あの2メートル8センチはちょっと数値として眉唾ですね。ボディを打ちました。ボディ打つっていうのはいい作戦ですよ、はい、チャンピオンとしてはね。右を細かく使っています。大柄のゴメス、今チャンピオンがサウスポーにスイッチしてるんですね。はい、いろいろできるんですね。できるというよりやって入ろうという気持ちなんですよね。なんとかこのゴメスの懐潜り込もうというドミンゲス。おそらくゴメスのサウスポーに対してサウスポースタイルから行くと苦手じゃないかなという予想もあるんじゃないですかね。なるほどね。そういうことですか。クルーザー級の1位にランキングされましたゴメス、打ち上げます。22戦全勝 19KO です。負けはありません。チャンピオンではありませんが、いわゆるよく小泉さんがおっしゃいます、そこをまだ見せていない選手であります。
ずいぶん血がひどくなりましたね、これね。これで目にでも入ると相当やりにくいですよ。ドンホーン、ドンホーン、おーっと左待っていました。距離は少し取れるの待っていました。ゴメス左で押し込んでいきます。パンチありますね。ボディブロー返します。ゴングです。さすがに勝ちのほとんどがノックアウトですね。第2ラウンド終了しています。まあ、このラウンドも文句ないでしょう。10対9、挑戦者のゴメスのラウンドですね。はい。まあ、革命以前というのは多くの世界チャンピオンを輩出した国であります。キューバから挑戦者はハン・カルロス・ゴメス。まあ、あれだけ小さな国でありながらこれだけオリンピックでも活躍しますし、各スポーツにわたって、素晴らしい選手が出ていますということは、その国キューバの身体能力が高いということになりますか。それとその国のスポーツ科学といいますかね、発達してる。そうですね。まあ、その中でもゴメス、ここまではまあチャンピオンではありませんが、この試合の中でひときわ目立った動きを見せています。それからヘビー級にあのゴンサレスという大きな選手がいましたけれどもね、はい、まだ戦ってはいますが、残念ながらまだチャンピオンにはなっていません。まあ、ホセルイス・ゴンサレスも、ただ彼の場合は練習嫌いでですねまあ、リディクボーに負けたりですね、それでプロとしてはあんまり体勢はしてないですよね。ボディ打ちに来ました。まあ、ゴンサレスの方もチャンピオンになるんじゃないかと言われていた選手ではありますけど、ボーッとやって、痛んでしまいましたね。やりを出しました。まあ、馬脚を表したというか、素質はかなりのものを期待されていたんですが、勝負に敗れてしまいました。ボディもチャンピオンも勇敢ですね。ボディを打ち始めています。マルセロ・ドミンゲス、徐々に徐々にヒットしています。カウンターです。ゴメスのカウンター入っていくところですね。もう勝利となりました。素晴らしいカウンターですね。左を戻してきます。身を返しました。地元アルゼンチンのチャンピオン、マルセロ・ドミンゲス。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチです。まあ、勇敢なのはいいんですけど、まっすぐ入るとあのカウンターがですね、左ストレートで飛んでくる、左アッパーで飛んできますからね、やはり体を振って相手のですね、右側の腰につくような感じでサイドへ出てですね、それで自分の左はもう当てると、自分の右を当ててですね、それで左フック返す、そういうパターンで攻めないとですね、それだけの身長差、リーチ差のハンディキャップありますからね、はい、左打ち上げていきます。とにかく圧倒的なパワー、体格差を感じさせます。ファン・カルロス・ゴメス。浜さん、はい、サウスポーとしてのゴメスはどう見えますか。いや、重量級、クルーザー級でこれだけサウスポーであって、サウスポーのテクニックを持っている選手は、誰かいましたかね。ちょっと思い当たらない、そんな感じですか。本当にサウスポーのいいテクニックを持ってますよ。ファン・カルロス・ゴメス、これもやっぱりアマチュアで素晴らしい戦績を収めただけある、そういったテクニック、ベースを持っているという、そうですね、ことでしょうか。アマチュア出身というのは、アマチュアの場合はスタイルが重視されますからね、クリーンヒットよりもスタイルが綺麗であれば結構ポイント取れますから、そういった面ではスタイルはいいし、そして、見栄えもいいですね、はい、しかもパワーがあるという、そうですね、そのゴメスが一発もらいました。マルセロ・ドミンゲス、最後左フォローしていきます。打ち殺した感じですけれども、この身長差、感染随分あります。ここでゴングです。第3ラウンドを終えました。いや、このラウンドも挑戦者ですね、ゴメスですね、はい、有効なクリーンヒットっていうのははるかに上ですね。確かにボディ、そのチャンピオン叩きつけてはいるんですけれど、いいカウンター食いましたし ね、 ね、2階から打ち下ろしてくるようなこの左、先ほどのインチ、フィートをそのまま信用しますと、2人の身長差というのは38センチあるわけですが、これいくらなんでもありません。ですからおそらく190センチあたりだろうというのが妥当な数字だと思います。昔南海ホークスにスタンカっていう長身のピッチャーいたんですけどね、まあ、2階からボール投げ下ろすっていう風な感じ、まあ、それと同じでですね、このゴメスはですね、ストレート打つとですね、上から下へ打ち下ろすような感じになりますね、一方アッパーも持ってきますよね、はいはい、
上から打ち下ろして下から打ち上げてですね、両方いけますからね、これは浜さん、はい、それを受ける方、かわす方としてはかなり難しいものありますか？ありますね、大変でしょうね、それで何といってもパンチがあるっていうのが厄介ですね。おっと、左、左、ちょっと交代します。今何もパンチがあるからそういった状況になるわけですよね。今の狙いいいですよ、はい、左やっぱあそこでリバー打つんですね。両者のパンチが空を切ります。ボディ打ちました。あーリバーブロー、ドホーリン、ドホーリン。なかなか細かいこともこの大柄なファンカロスやってきます。なかなか懐入っていきません。ちょっと距離があります。出血は止まったようです。入ったところもあるんですけどね。ありました、入ったところでここで打たれてるんですよね。カウンターはね、先ほどももらいましたし打たれてるんですね。なんかチャンピオンのドミンゲスとすれば入ったら自分のもんだというところではないですね。入っても相手の方がやっぱりパンチありますね、はい。ゴメスがワンスピースを落としてしまいました。さあ、いやもうタイムと声をかけた瞬間打ち込んできますドミンゲス。後ろまで来てるんですね今。あれは本当はリチャーズスティル、あれ良くないんですよ ね。相手側をニュートラルコーナーに行かせとかないといけなかったんですけどね、はい。しかしそのままゴメスは応用にそれを受けて戦いを続行しています。返しました。左もう一回。どうしても浜さん胸があった時にですね、はい、こう、まあ、相撲でいうガブられるような感じにのしかかられてしまいますからね。それでも体力を消耗しますけど、そうでしょうね。かといってその時に追いかぶされないようにということで、はい、体を上げてしまうとストレート食いますからね。あー、なるほどね。だから入った瞬間必ず頭不安定感ですね。今も右のストレート届きませんでした。完全に腕で止められています。ボディから顔面に打ち下ろしていきます。左のダブルですよね、あんな打ち下ろしのダブルなんてそうそう目にかからないですよ ね。 そうですね。先ほど小泉さんがおっしゃいました、下から突き上げてそして上から打ち下ろすというそんなダブルです。これも左ショートで打ち下ろしてきます。アルゼンチンのチャンピオンは苦戦を強いられています。お客さんが声援します。湧き上がりますが、ここでゴングです。第4ラウンドを終えましたが、このラウンドはどんな感じだったか。このラウンドもゴメスですね。あ、そうですか。挑戦者ですね。ちょっと押されていますチャンピオン、マルセロ・ドミンゲス。今のところチャンピオン手も足も出ないっていう感じですね。そうですね。それだけ相手は体格があってスピードがあってパンチがあってバランスもいいですね。ちょうど、まあ、日本の裏側にあると言われていますこのアルゼンチン、そこのチャンピオンマルセロ・ドミンゲス。小泉は、ね、何時間もかけて何十時間もかけて行かれて試合、を見てきたということもありましたけれども、まるっきりやっぱり国民性も違いますし、ボクシングの内容もこう画面で感じる以上に何か違いというのがあるんでしょうね。まあ、観客が非常に熱狂的ですね。そうですよね、熱いですよね。そして、まあ、今日は聞こえてきませんけれどもリングアナウンサーも絶叫絶叫でまた絶叫という感じですからね。試合の実況アナウンサーですね。そうですね、熱いものを感じさせます。まあ、アナウンサーは熱くなりたいでしょうけどこの内容だと熱くなれないですね。ハラハラしてると思いますよ。そうですよね。いや、ハラ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 でまた絶叫してるんではないでしょうか。しかし本当に地元のドミンゲスチャンピオン苦しい防衛戦6度目、当たりません。よく体振ってますけどね、この振って踏み込み際にいいパンチ入れ切れるといいですけどね。何も、おーっと、なんか怒ってます。突きましたっていうんでしょうか。ちょっと腕で突き放したということをアピールしてるんですね。まあ、それだけ中に入り込むのに神経を注いでいるわけですが、マルセロ・ドミンゲス神経質になっています。あれもテクニックなんですね。ジョー・フレイジャーと戦ったジョージ・フォアマンがですね、なんか両腕で相手突き放しましたよね。中に入った、
ボディを打ちます。それを外から迎え撃ちましたゴメス。今も押されてボディ払いに行ったんですけれども、ちょっと浅かったようです。軽く触れただけ、そんな感じのチャンピオンのパンチになりました。左、おーと、これは交代するしかないか。左アッパー一度打っといて相手交代させて、そこで距離ができると左ストレートでしょう、ちょっと締めつに困っているというようなチャンピオンです、ドミンゲス。アウチになります。ボディを打たれました。至近距離でもボディを打たれます。このボディブローだんだん効いてくるはずですよ。そうでしょうね。入ったはいいがその後が続きません。あ、いいボディブロー入りましたよ今。あ、そうですか。ちょうどサウスポーの左アッパーのボディブローというのはいい角度なんですね、それが入ってますね。大苦戦です。チャンピオン引き離しますが、うーんと逃げられました。これだけの身長差でパワーだけではありません、動きも伴っています。そうなんですね。あのちょっとサイドへ出るフットワークもいいですね、まあ、今のところはですね、相手が来てくれるんでそのリング中央で待ってそのカウンター取ってればいいんですけれど、サイドへも動けますね、第5ラウンド終了しました。はい、10対9ゴメスです。ゴメスのラウンドが続いています。戦のドミンゲス、今日はまあアルゼンチンの選手を中心にご覧いただいているんですけれども、コッチあるいはバスケス、こういった選手と同じようながっちりとした体型をしていますマルセロ・ドミンゲス。そしてどの選手もそうなんですが足が細いんですよね。上半身がっちりしていますけども、そうですね、上半身に比べると足がほっそりとした、そんな感じを受けます。まあ、このドミンゲスはタフですよね、まあ、タフでなければもうこれまでにダウンの一つも奪われてますよね。確かにそうかもしれませんね。そうですね。ボディブロー顔面に返しました。今なんか本当に左ラッパーからの左フックですね、いいの落ちますね。この挑戦者のゴメスの場合はもともとの左利きのサウスポーみたいですね。あのボクシングを見るとですね。なるほど、はい、大体右利きをサウスポー画面にする選手多いんですよね。多いですね。この選手はもともと左利きのサウスポーでしょう、どの辺で判断したらいいんですか。左に、決めパンチが結構あるんですね、この右を出していてそれで左をダブったり、これが決めパンチなんですね。なるほど、まあ、その決めパンチを見抜けるかどうかというのがまた皆さんとプロの違いになるかもしれませんけども、さすがチャンピオンは大苦戦ですよ、本当に苦戦してますよ。苦しい試合になっています。さあこの中で当たられるか、いやー、届きまーとミルストレート、チャンピオンのミルストレートです。交代します。入りました、交代しました、右ストレート入りました。ゴメス交代、そしてまた右、また右です。いやいや、チャンピオン勝負根性ありますね、勝負根性ありますよ。ここが大きなチャンスかもしれません。ここで出るべきですね、チャンピオンは。ここまでこういった大きなチャンスはありませんでした。ここでボディ打っていて左フックを顔面に返せるといいですけどね、チャンピオンも苦しいところですが、ゴメスも初めて交代を見せました。ボディブローを打ち返してきます。これで立ち直す、このボディブローを効いてくる、くるはずですからね、立ち直しはかかっています。チャンピオンのドミンゲスとしてはこういうふうに振り回すよりスコーンと左ストレ右ストレート出して左フック返すパターンがいいですね、左フック顎の先端をかすぐような感じで持っていくとですね、かかと膝つきますね、はい、頬骨のあたり身がヒットしました。しかしこの大柄から想像する通りなんかタフな、そんな挑戦者ファンカルロス・ゴメス。このラウンドチャンスですからチャンピオンもっといきたいですね、ここで弱らせておきたいですね。チャンピオンもその後続けることができません。このパターンまで持ってくるまでにチャンピオン相当苦労してますからね。そうなんですよね、5ラウンド使いましたからね、ここまでね。これを1回、間を空けてしまうとまた1からの出直しですから、ここが正念場、中盤の大きな正念場を迎えています。チャンピオンのマルセロ・ドミンゲス、左上だった、挑戦者左を入れました。そして左パー、左パーです。
このアッパーでおそらく何人もの対戦相手を倒してきたんでしょう。22戦のうち19の KO 勝ち、もちろん全勝負けはありません。ここでゴングです。チャンピオンが初めていいラウンドを作った、そんな感じの6ラウンドだったんですが、小泉さん採点的にはどうなんでしょうか。はい、このラウンドはそのチャンピオンのドミンゲスのラウンドにつけますね。ポイント的にもそうです。あそこでパンチまとめてですね、はい、一旦ちょっと相手ぐらつかせましたね、この辺りですね、その後右ストレート持っていってですね、相手ちょっと苦笑いしましたよ ね、 ししたね、あれ効いてる証拠なんですよね。しかし追い足が浜田さん、はい、まあ、疲れもあるんでしょう。その後何遍も何遍もできませんでしたね。ゴメスの反撃に合ってますからね、はい、だからそれ以上追っていくのは大変なことなんですね。まあ、二次攻撃三次攻撃を止められてしまいました。第7ラウンドです。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチ。このラウンドの出だし、チャンピオン打っていこうとしたときに膝ラッパーのボディブロー簡単食いましたね。はい、動きません。いや、あのボディ効いてきたんですよ。あ、チャンピオンボディ今ガッカー、ラウンドの上ですかね。我慢してますよ今、はい、アッパーのボディーブローがカウンターで入ってますからね。また入りました。交代を余儀されています。チャンピオン、あ、ボディ効いてきてるんですね。苦しい6度目の防衛戦、視界線を一発打ち込むことができますか。ドミンゲス、ここまで恐れっぱなしです。6ラウンドに、まあ、ポイントは取り返したものの、その後7ラウンド目インターバルを経て復活してきましたファン・カルロス・ゴメス。ゆっくりと呼吸を図るような感じのゴメス、キューバ出身のドイツで揉まれましたこの挑戦者ファン・カルロス・ゴメス、全部の試合をとにかくドイツでこなしています。そして初めてこれが国外、まあ、地元がキューバですので国外と言っていいかどうか問題がありますけども、ドイツを主戦場にしていたプロのこのゴメスとしましては初めてのドイツ以外の試合になります。全く浜田さん敵地ではありますが、はい、そんなこと関係ないような感じですね。いい度胸してるんでしょう。もともとその主戦場を他国に置いてるわけですから、うそういった土壌はね、もう気持ちは出来上がってるんでしょう。そういった面であの海外の選手っていうのは自分の国以外でやるときも力結構出すんですね。はい、そうですね。もうこの辺はガードを下げながら上半身だけでかわしを見せています。マルセロ・ドミンゲスチャンピオン、浜田さん大丈夫ですかこれは。強気で言ってることは言ってるんですけど、流れ的な挑戦者ゴメスですね。何かこうペースをこれも変えたいというそんな一心からなんでしょうね。その気持ちから来てるんですけどね。スイッチしたり、あるいはこういったノーアード戦法を取りましたり、いろいろペースを変えようという策は施しているんですが、いろんなことをやってるんですけどね、打ち込まれてますね。入ってくるところ、あのミールアッパーを狙っていたんでしょうか。単発に終わっています。入ってくるんですが、そこをカウンターで取りたいんですけれども寄り切られてしまいます。右起こされます。右で起こされてしまいました。いきなりの右、いい狙いのカウンターですけどね、ノーガードで引き寄せてカウンターを取ろうというそんな戦法に変わりました。ゴメス、失礼、ドミンゲス、それを追いかけるゴメスです。まあ挑戦者の方はコンビネーションで打ってますよね、はい、チャンピオン初戦ああいうカウンター狙いの単発ですよね。10対9、あの挑戦者ゴメスのラウンドです。6ラウンド目はチャンピオンが取ったんですが、7ラウンド目取り返しました。ゴメス、やっぱりゴメスはドイツで戦っているだけありました。これドイツ語で普段生活を行ってますね。コーナーではそのドイツ語で指示受けてますね。そんな感じでしたね。まあその国に入ったらその国の言葉に従えというね、よくスポーツの場合特にそう言われます。やっぱり、まあ、ドイツで試合しているということは、ドイツ語も話せるでしょう。そうでしょうね、やっぱりね。さ第8ラウンドに入ります。プロデビューは95年、そこからもうすでに、ドイツですからもう随分年数は経っているわけです。飛び込んでの左、下から突き上げます。今度は右ボディボー、この長身身長差もあるわけですけれども、下から上から打ち下ろして、あるいは打ち上げ、
自由自在のファンカロス・ゴメス。ショート、ああ、チョロス。また下から見上げたこのカメラの映像が、チョロしてくるのにかなり迫力を感じさせます。ボディブロー、ボディブロー、チャンピオンのボディブローです。上に返す、挑戦者。右、引き返したところ、ちょっと離れました。ああ、距離を置きた。そこに打ち込んでいきます。すかさず挑戦者。チャンピオンも、はい、チャンピオン、勝負 かけてるんですけどね、一つのアウト、あーと起こされました、顎、顎、今のパンチは効きましたよ、真にもらいました、もう一回左から右、ある程度もう打たれるのはしょうがないという感じで、かなり積極的に突きにいっているんですけども、どうしても打ち返されてしまいます、離れざるを得ません、チャンピオンのマルセロ・ドミンゲス、本当に打たれるはしょうがない気持ちでやってはいるんですけど、これだけ強烈なもの食うといくらタフでもやっぱりストップしますよ、パンチが流れ始めましたドミンゲス、左入ってくるところを合わせましたが、ちょっとこの大きな壁を倒すまでにはいた、そんな至らないようなパンチになってしまいます、ちょっと威力が浜さんチャンピオンなくなってきますか、どうでしょう、打ち疲れ打たれ疲れですね、両方あるんですかね、はい、まあそれもありますけど挑戦者も、はい、疲れてきましたよ、挑戦者のパンチもぐっと何発か流れるような感じのパンチが見え始めました、まあ、これだけ打ち合えば疲れることは疲れますけどね、そうですね、確かにそうですね、しかもこの重量級です、クルーザー WBC の世界クルーザー級タイトルマッチ、スタートはチャンピオンは暫定チャンピオンだったんですが、現在は正チャンピオン、それを防衛を回数を重ねているということはそれだけの力があったわけですが、ここまではその力を発揮できずに来ています、あそれでも懸命の反撃です、押していきます、押していきます、これはもう打ち合いなんですが、挑戦者のパンチ花さん当たる数が多いようですね、やっぱりチャンピオンは限界ギリギリまで来てるわけですね、そこからもう一つ手を出すというのがちょっと難しい状態でいるわけですよね、白のトランクス、地元アルゼンチンのチャンピオンマルセロ・ドミンゲス、みんな乗り出しています、現在はポッジよりもそしてバスケスよりもこのドミンゲスがチャンピオンとして君臨しているわけですが、もちろんクラスは違います、しかし一心にアルゼンチンの国民の期待を捨てています、第8ラウンド終了しました、まあ、このラウンドもチャンピオンも抵抗を見せましたけどね、有効なクリーンヒットを見るとですね、やはり挑戦者ゴメスですね、あそうですか、まあ、まだ勝敗分かりませんけど、こういうすごいのが出てくるんですね、まあ、何遍もスタートの時から言ってるんですが、浜田さん、はい、続く2クラスぐらい違うんじゃないかという、そうですね、自分の体の持ち味を最大限に生かしてますね、まだまだ大きくなりそうなそんな体なんですが、まあ、これ以上大きくなってしまいますとヘビー級に行かざるを得ないんですが、まあ、86.2 キロまでがクルーザー級ですよね、はい、ただクルーザー級としてはこのドミゲスはちょっと上背がないですよね、うん、かもしれません、はい、まあ、上半身がっちりしてちょっとタンクみたいな体してます ね、 ね、だからその分タフですけどね、まあ、その分やっぱりゴメスの方がどうしても大きく見えてしまいますからね、相対的なものでそんな極端に大きな選手ではないんですが、ファンカルロス・ゴメスこの力強さがまたそれを感じさせているんでしょう、押していきます、そのタンクのような体格をしましたマルセロ・ドミンゲス、いや残ってる力を使います、タフですよ、まあ、アルゼンチン人の特徴の一つもあります、この骨太の体マルセロ・ドミンゲス打ち込んでいきます、あ右、今うまく戦ってますよチャンピオンはですね、チャンピオンが、はい、向こう側白のトランクス、クラウチングスタイル、ちょっと前かがみのスタイルで入っていってですね、ボディ叩いては上ですね、上下打ち分けてますね、右から左も返しました、また右、顔面にヒット、あーと、しかしその後連打をもらいます、ガードはがら空きになってしまいました、そこへ打ち込んできますゴメス、また右、腰で上げました、まあ、おー、交代しました、よく入ってますよゴメス、交代します、よく打っていってますよ、いやタフですね、あーゴメスも疲れました、ゴメスも疲れました、ゴメスを抑え込みます、首を首相撲のように抱え込みました、ゴメスも疲れてますよ、左フォロー、左フォローします、左打ち下ろし、これだけ、おっと左チャンピオンの左が入りました、ゴメスが上から打ち下ろす、下から打ち上げるのがチャンピオンです、すごい打ち合いになりました、第9ラウンド
残ってる力を振り絞るようなこのラウンドにかけてるようなドミンゲス。さすがにゴメスもちょっと交代を強いられます。おお、取って、左左左、さあフォローします。倒せるか、上からの打ちを通し、さすがですね。これはこらえました。ドミンゲスもタフです。これまでチャンピオンが良かったんですけど、あの2発でもう、あの2発のダメージで本当に盛り返しましたね。交代します、交代します。チャンスですね、ノックアウトチャンスですね。体が下がりまして、危ない危ない危ない。チャンピオン非常にもう崖っぷちです。徳田原に足をかけたような状態になっています。第9ラウンドあと20秒あります。かといって今の状態でも打っていかないと勝てないんですから、よく頑張ってるのは伝わっていきますね。そうですね、ボディから顔面に打ち上げてきました。挑戦者のゴメスも、こいつはちゃんと勝てたなといった、そんな感じで表情を作っていましたけれども、今ゴングが鳴りました。第9ラウンドを終えています。まあ、このラウンドも挑戦者ですね。はい、あれだけの打ち合いを見せました両選手。本当に疲れているのは両選手に感じられますが、力を絞りました。両選手の打ち合い第9ラウンドに見せています。驚異的なのは結構この挑戦者が打たれ強いことですね。最初の2本まではですね、チャンピオン結構いいパンチ当ててたんですね。でゴメスの方がぐらついたシーンもありましたよね。最後はあのロープギア持っていって2発強い右を、あの左を打ち下ろしましたね。あれ以降本当にノックアウトチャンスを迎えましたよね。第10ラウンドに入りました。 WBC 世界クルーザー級タイトルマッチ。おお、攻め込んできます。コーナーです。1回突き放します。これゴーサイン出ましたかね。さあもうあと3ラウンドだ、倒せというゴーサインが出たような挑戦者ゴメスサイド。チャンピオンのドミンゲスは休む暇がないんですね。本当にそうですね。これタフなドミンゲスじゃなかったらここまでおそらく持っていないでしょう。さすがチャンピオンです。この挑戦者スタミナもありますね。そうですね、これだけ力込めてこれだけ手数出して、もう10ラウンドですもんね。両者にタフネス、そしてからスタミナ、そういったものを感じます。とにかく手を出していきますドミンゲス。ゴメス、果たしてこの初の世界挑戦で王座奪取になりますか、あるいはドミンゲス防衛になりますか。ポイント的にはかなりチャンピオンが厳しいところになっています。パンチが届きません。チャンピオン、あ、随分疲れました。チャンピオン左出てくるところ、左当てました。挑戦者のゴメスも相当疲れてますよ。ボディブロー、両者の一発のパンチ、そういったものはこの後どうでしょう。期待できろと、クルーザー級のパンチです。固めて倒しに行くか。さあまたチャンピオンがロープを添えました。いや、返して出てきます。ロープ際から中央に押し返してきました。左カウンターかわします。消耗戦、体力の使い合い、パンチの打ち合い、激しい試合になってきています。第10ラウンドも残り40秒。チャンピオンもうまいんですよね。いいパンチ食らった後ですね、その同じ箇所に2発パンチ打たせないですよね。ダビー一切合わせてダッキング、ウィービングしますから、その挑戦者の方もですね、その後続打決めにくいですよね。そうでしょうね。残り20秒切っています。山さん、本当にパンチはよく出しているんですが、ちょっと正確さに欠き始めましたか。まあ今のところやっとカットの状態があるんでですね、なんとも言いませんか。おー、右アッパー突き上げます。だからあのさっきから休めない状態っていうのは、離れるとどんどん打たれるわけですよね。そうするとかといって中に入ったらそこで打たなきゃ打たれるんですよ。はは、疲れる。だから休む時間がないんですね。第10ラウンドです。
だから入るまでに一苦労してですね、それで入ったらすぐ打たないといけない、次の苦労しないといけないんですけど、そこでちょっと一安心してしまうんですよね、で逆に入ったところで逆にゴメスの方のパンチ食ってるんですよね。ポイントは10対9ゴメスですね、はい、チャンピオンのドミンゲスもタフネスです、アルゼンチンの選手その例に漏れませんで、かなりの試合数その頻繁に行っています。デシマプリメールラウンドって、まあ、11ラウンドですよね、はい、あと2ラウンドということになります。浜さん、残り2ラウンドの、はい、見どころ、どの辺にポイントを置いてみたいですか。攻めてきます。これは倒すか。あ、倒した。2ラウンド、この状態でチャンピオン持ちこたえるのも相当厳しい状態だと思いますよ。あ、チャンピオンコーナー、ロープを添えます。ロープはドープ、そんなような感じになります。あ、出てきますね。 そういった作戦は、あ、取りません、取りません。まあ、ここからロープに持たれてもしょうがないですからね、うん、出てきます。これも やって通じない、あれもやっても通じないという状態でいるんですね、あ、なるほど、いろんなことを試しているわけですね。もうやり尽くしたところなんですね、今。なるほど。腕で巻き込むことさえもできません。体、身長、それからリーチ、筋肉のつき方でも何を取りましてもファン・カルロスが上回っているようです。しかしがっちりとした面で飛びますとチャンピオンのドミンゲス、しかしそれも抑えっぱなしです。なれます。一発打ち込むことができますか。ドミンゲス当たりません。この挑戦者のゴメスにですね、そのミルク、もう少し正確にナックル当てるそのパンチがあればですね、ノックアウトしてますね。ただ右の内からちょっと甘いですよ。ちょっとネックを撫でというか、あのオープン気味に当たる時もまだあります。それから左ア、あの右のアッパーですね、はい、前に出てる右アッパーを打つ時もいいパンチ打つ時もあるんですけれど、総じてナックルの当たりが甘いですね。ちょっとローブローの注意があったようです。かけるような打ち方をします。また右ナスカウンター、右になりました。右カウンターです。そして左のフォローしていきました。さあ、あとガードが非常に甘い状態になっています。チャンピオン、チャンピオン危ない。いや、やっぱチャンピオンの意地ですね。チャンピオン倒れません、うん、チャンピオン倒れない。しかしゴメスは打ち続けます。ゴメス大きなチャンス。さあ、倒してもらうか、倒してもらうか。倒れません。なんというさなんでしょうか。おそらくチャンピオンドミンゲスの身内はこういったな見れないでしょうね。そうね、ものすごい、あ、またマウスピースが飛び出したようです。いや、あ、息を吹き返してきました。チャンピオン、ちょっとマウスピースが合わないんじゃないですかね。かもしれませんね。自分のチャンスだったんですけど、自分のマウスピースが飛び出してしまいました。もしくはやっぱり疲れてるんで、ね、口は開いてるわけですよね。かもしれません。ゴングゴングゴングです。これは両者、まあ、分かりました。11ラウンド壮絶の打ち合いがありました。まあ、ポイント的には文句ないでしょう。挑戦者ゴメスのラウンドですね、はい、いや、しかしそれにしますと浜田さん、よくチャンピオン倒れませんでしたね、はい、いやー、これはチャンピオンとしても意地でしょうね。それでお客さんがみんな俺を応援してると、倒れてなるかっていう気持ちでしょうね。挑戦者のゴメスも驚嘆してるでしょうね、おそらくね。いや、なんで倒れないんだと。これだけ 手応えあるパンチを入れて倒れなかったっていうのはいないんじゃないですかね。これまでほとんど、まあ、打ち倒して、勝利を収めてきました。22戦全勝 19KO のゴメスのパンチを受けましてもチャンピオン立ち続けてました。あの WBC のインターナショナルのタイトルを取ってですね、これまでに5回防衛してるんですね。タイトル取った試合、それから5度の防衛、すべてノックアウト TKO で決めてますもんね、さあラストラウンドです。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチ、また復活してきましたチャンピオン。打ち込んでいきます。しかし上から打ち下ろされます。今度はボディ、上から下からファン・カルロス・ゴメス、体が流れます。チャンピオンドミンゲス向かってこいという
カウンターを取りたいドミンゲス。声援が湧き上がっています。アルゼンチンで行われていますこのタイトルマッチ、チャンピオンへの声援が続いているわけですが、ここまではポイントの上では圧倒的にチャンピオンが不利であります。6度目の防衛戦、苦しい試合展開です。もう不利も不利、取ったラウンドが1つか2つあるかないかですね。もうペース自身はずっとそのゴメスですね。途中いい反撃のラウンドあったんですけど、そのラウンド逆に盛り返されていいパンチ食ってますよね、はい、入っていきます。あ、チャンピオンのドミンゲスも最後まで試合を諦めない、投げないというのはさすがにチャンピオンですね、チャンピオンスピリット、あるいはアルゼンチン魂なんでしょうか。今の打ち方なんかは一発当てて、はい、ノックアウトしたいという気持ちですね。あ、立ち上がって声援を送っています。この声援が届いているでしょう。疲れています、両者疲れていますが、ドミンゲスの方が疲労が強いか。また出ましたか、あ、ローブロー。いや違います、マウスピースがまた落ちたんでですね、これマウスピースをですね声に出すとその反則なんですよね、はいはい、ところがマウスピースはですねこういう風にその出ることが度重なると減点取られるんですよね。あ、今頭をポーンと引っ叩かれました。セコンド、まあここまで、マイナスここで1ポイントになりますが、ポイント的には大差はないでしょう。いや、WBC ルールではマウスピースが落ちるたびにストップできるわけですよ、はいはい、そしたら自分ピンチだったらマウスピースボン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 落としていけばいいんですよね。確かにそうですね、それはフェアじゃないんで、それでこういうことで減点取られたんですね。あ、さあここまで来ました。もうドミンゲス打ち倒すしか方法は残っていません、勝つ方法は残っていません。もうカウンター気味のビッグパンチ狙うしかしょうがないですね、ふらっと入り込んでいってカウンターを取れるか。相手が出てくるところ取りたいところですが、逆にゴメスが打ち込みます。あと25秒、大きなパンチ狙ってますよね、あと20秒です。最後に大きなプレッシャー、離れます。あっとドミンゲス、あーと左です。顔は一瞬横を向きました。まもなく試合終了。ラストラウンドでもこれだけ連打が出せて、それこれだけその強いパンチ出せるっていうのはですね、やはり体のしないがあるんですね、柔軟性があるんですね。ゴングで試合終了です。ゴングとほぼ同時に両手を広げました挑戦者ファンカロス・ゴメス。ラストラウンドもゴメスですね。はい、こちらはやはり負けを悟ったか、チャンピオンのマルセロ・ドミンゲス。私は118対109ですね、大差がつきましたけど、はい、ポイントは6ラウンド目、そしてラストラウンド限定1、はい、それ以外は全部挑戦者ですね。ここまで挑戦者のゴメスは7連続ノックアウト勝利中だったんですが、この試合ノックアウトはなりませんでした。しかしほぼ、まあ、勝利は間違いないところでしょう。いや、しかし浜田さん、はい、両者のなんて言うんでしょう、体力というのが随分感じ取れるようなね、まあやっぱり試合の大きさが分かりますよね、普通だったらもう倒れてるパンチでも倒れないですね。おそらくジャッジでも大差がついてるんではないでしょうか。バジョオナニメ3対0です。Del señor Ángel Guzmán 116 a 112 116対112 Tarjeta del señor Terry Smith 116 a 112 116-112 同じですね。 Tarjeta del señor Chuck Giampa 115A 113 115-113 Ganador por puntos 3-0 Y nuevo campeón del mundo De Cuba Juan Carlos Guzmán 新チャンピオンです。キューバのチャンピオン、ファン・カルロス・ゴメス、判定勝ちを収めました。3対0。
115、113はないと思いますけどね、まあ、限定入れてもこれその2ポイント差かよっていう感じがしますよね。そうですね。ランキング1位の挑戦者でしたファン・カルロス・ゴメスがチャンピオンでありましたマルセロ・ドミンゲスを、判定で、下しまして、キューバ人としてのチャンピオンということになります。ファン・カルロス・ゴメス WBC 世界クルーザー級のタイトルを手に入れました。祝福の声援が送られています。白熱した思わず息を飲んでしまうような試合でした。それではここで試合結果を確認しておきましょう。ファン・カルロス・ゴメス挑戦者が念願の世界タイトルを獲得しました。この試合により23戦全勝と記録をまた伸ばしました。新チャンピオンのゴメス、これから本当楽しみな選手ですよ ね、 ね。そしてなんかこう行き詰まるような感じでしたね本当に打たれても打たれても頑張るという、まあ、敗れたドミンゲスですけれども、浜田さん、はい、どういった印象残りました。まあ、お手並み拝見と思いましたけどこれだけ強いと思わなかったですね、サウスポーの、まあ、これだけの重量級でサウスポーのテクニックも持ってるし、はい、体力もあるしそしてタフでもあるしですね、これだけの試合してなかなか悪いところを見つけるのが難しいぐらいでしたね。まあ、あの小泉さんは再三ね、あのなんて強いんだと褒める言葉をかなりあのこのゴメスに使ってたんですけども、こちらにですね実はあのキューバのこれ雑誌と言ったらいいんでしょうか、ね、これキューバのですねあのボクセオクバーノってキューバンボクシングですね、はい、キューバのボクシングのエンサイクロペディアがあるんですね。これ革命前 の、 その世界チャンピオンキッドチョコレートですキッドギャビランですね。これウルトミのシュガーラモス、これがベニパレットですね、ルイス・ロドリゲス、ホセ・ナポレス、これがホセ・レグラですね、はい、ところが革命後ですね、革命前にプロボクシングやっててそれでメキシコへ亡命したりそういうパターンでなしに革命後そのプロへ転向してですね、あのプロボクサーになって世界チャンピオンになったのこれが初めてなんですね。ははそういった意味では歴史に名を残すチャンピオンと、まあ、これから だけ、ねええ、まあホレイカサマレヨールとかですね、はい、有望な選手がプロへ転向してますからね、ええ、キューバ出身の世界チャンピオンならかなり出てくると思いますね。そうですか、まあ、今後はねぜひ気になりますけれども、はい、どのぐらい頑張れるんでしょうか。浜さんどう思います。どのぐらい頑張れ、まあ、チャンピオンになりましたけどね、はい、あとやっぱり、金も入ってくるだろうし、これで私生活崩さなければ私はまだまだ続くと思いますけどね。そうなんです、はい、問題の私生活です。実感込めたしの、ね、私生活私も気をつけたいと思いま す、 そうです、ね、はい、ということで新しいチャンピオンが誕生したわけです、はい、以上 WBC 世界クルーザー級タイトルマッチをお送りしました。